チャイブ研究所所長ノブです、今日は動画をちょっと解説していきます。今日はねこの動画をちょっとこれから見せますので、これをちょっと見ながら、どういう風にやれば今のジャイブが変わるのかっていうことをねちょっとお伝えしていきたいと思います。まずじゃあ流れから早速いきましょう。まあこれはセール50ぐらいなのかな、4550ぐらいなのかな、結構吹いてますよね。ではまあホームハイカウトしていいホームですね。でこの体重を戻してこれはジャイブに入ります。これ結構ね一般的に多いんですよね。だから見てもらうと参考になると思います。ぎゅーっときて、これはね足返さずにそのままで、ここでほら足返した、うまいですね。こうすごいのにナチュラルな感じの、余計な力がどこにも入ってないっていう、もう本当に結構いい感じだ。だから結構ベテランです、ベテランの方ですねきっとね。そう、余計な動きがあんまりないんですよ。でもこのねジャイブするっていう方はやっぱり20年とかねやってると結構こういう感じでやってる人は多いんですよね。でまあこれでも全然問題ないってのは問題ないですよ。第一楽しんでるわけだから。ただね私はやっぱりこうどんどん進化してかっこよくなってほしいと思うと、いくつか直す点があるということなんですよ。だから本人がねそう思えばそっちに行って直してもらってもいいかなっていうぐらい。でも今でもね十分ね綺麗に方向転換して、失速しない止まらないジャイブっていう形でやってますのでね、問題はないんですけどもっていうところねちょっと前提に置いておきます。でこれね、なぜねこれ一般の人に比べ、ある程度ベテランになってしまうこういう感じが多いかっていうと、これね基本的に言うと内傾が足らないんです。内傾がね弱ければ弱いほど楽じゃないですか。でも内傾が弱いってことはスピードがないってことなんですよ。アプローチスピードがないとちょうどいいこう何このスピードでちょうどいいジャイブがこれなんですよ。あと 10% スピードアプローチスピード上げると今度はね、安定しなくなるんですよ。今のジャイブが安定慣れちゃってるからねって話なんでね。だからそのスピードに慣れるっていうことなんで、スピード 10% アップすればまた違ってくる。そこに何が ついてくるかっていうとこれ内傾なんですよ。だからこういう感じでねこういう感じでうまいジャイブの人っていうのは何に悩んでるか、だいたい相談が来ると、急に風が強くなってどんぶきになると急にできなくなります。あと海面が荒れてくるとできなくなります。大体これがね、ほぼ 100% の人がいるんですよ。それはなぜかというとこれはね内傾が耐えられないからっていうことなんですよ。これちょっと見ていきましょう、その辺をね。はい、体重抜いてこれはいいですね。重心かなり上がってますね。これはもう伸びたとこからグッて縮むっていうね、そういう方法ですよね。ほらおお、ね、腰もしっかりした。ほらこれ見てください、このね体の軸を見てください。正面から見てボードのセンターにより内側に入ってないんですよ体が。だからねこういうのジャイブの人っていうのはね膝から下、腰から下膝曲げて腰から下で入れてるんですよ。ってことはもっと言うとその膝の下足首で足でグッとこう押してレールを入れてるっていう感じなんですよ。だからすごい浅いんですよね。これはだから逆に言うとスピードがすごい上がっちゃうと逆にそれができないんですよ。足首から下でグッとこう足だけで押すってレール入れるっていうのはスピードが上がればあれほどできないんですよ。そうすると強風でスピード上がっちゃうとできない、面が荒れちゃうとできないってことになる。これがね一つの原因なんですよ。だからジャストとかねちょうどいい数だったら結構ねジャイブも本当に綺麗にうまくいくんですよね。これ見てもらえば内傾が取れない、ほらね、でもうまい、ほらいい感じのちょうどいいね、このスピードで自分の体に合ったちょうどいい内傾なんですよ。だから角度でいうと10度とか15度ぐらいのちょっと内傾なんですよ。足首でキュッと入れてボードが傾いた、そのねちょっと傾いたところにちょっと乗ってるって感じなんですね。そうだからもしかしたらね強風になったらまた変わるかもしれないんだけど、この動画を見てる限りではそれが見て取れると、内傾が足らない。ほら頭の位置はもっとブームエンド寄りによるわけね。でこれ内傾が足らない、だから本人はね結構ねよく話するとみんな結構分かってるんですよ、内傾が足りないとか。でも練習してるんだけど取れないんですよねって話が多いんですね。
そうだからそこでね、よく私が言ったブーム手幅の法則、ブーム手を30センチ広く持って、その広く持った手の甲に頭をつけましょう。そうするとほら、その形を意識するだけで内傾って取れるわけじゃないですか。15度だった角度の内側の倒れ込み、15度だったのが45度になるわけね。っていう簡単な方法があるんですよ。でもそれでもね、やっぱり取れないんですよ面白いことに。で、ね、これなんで取れないのかってすっごい考えたんだよね。そしたら一つのね、多分これじゃないかっていうのがあって、これってね、これ人間の本能なんですよ。人間の本能、人間っていうのは必ずね、こう立って歩く生き物だから、倒れないようにっていうふうに生まれた時からしてるんですよ。倒れることが失敗なんですよ、本能的にはね。うん、だから倒れることが恥ずかしい。よくあるんじゃないですか、普通道歩いててつまずいて倒れそうなったりとか、倒れたらこれものすごい恥ずかしいじゃないですか。これは絶対立ってなくちゃならないものが倒れるってことの恥ずかしさ。だから失敗をするってことは恥ずかしいということになってるんだね。そこの本質的な本能的なことを考えると、倒れると死んでしまうんですよっていう話なんですよ本能的にはね。だってほら、なあ、もう何千年とかっていう前の話で、まあ恐竜ととかね、動物と一緒に暮らして出た時代にね、ライオンに追っかけられたと、走って逃げたと、倒れたら即死なんですよ、食われちゃうんですよ。だから本能的に人は絶対倒れないようにするんですよね。あのせっかく地球があって、地球の真ん中に重力があって、そこに引っ張られてちゃんと立ってる。人間は二本足で立つっていうね、もう倒れることが死に直結するわけですよ。だから本能的に倒れない。ってことはですよ、垂直に真ん中の地球のど真ん中に垂直に立つっていうのがこれ基本なんですよ、基準なんですよ、本能的に言うと。そこら外れた途端に 死なんですよ。ライオンに食われちゃう、ヒョウに食われちゃう、もしくはチーターに食われちゃうっていう話なんですよ。だからこれ本能なんですよね、よくよく考えたら。だからね、内傾取ってくださいってのはどういうことかって、体が斜め45度なんですよ。そうするとこれね、本能的に人間って結構無理なんですよ、基本的な考え方を変えないと。だからみんな分かっててやるんだけどもできない。じゃあ内傾取りましたって言ったら、下半身だけ45度傾いて、上半身を垂直で保っちゃうんですよ。バランス取るんですよ、絶対バランス取るんですよ。だって倒れたくないんだから、本能的に。これは自分の意識じゃないですよ、潜在意識の中でそうなっちゃってるねそうだ、本能ですよ。だからそこどうクリアするかっていうことなんですね。これね、クリアするの結構比較的簡単で、先ほど話した時にね、この倒れるイコール死イコール今ではね、恥ずかしいになってるんですよ。だからこの恥ずかしいを排除すればいいだけなんですよ。わかります？昔本能的にね、何十年前の、何千年前かな、 何億ってことはないか、その前の人間がまだこう動物と共存してる時に、ライオンに倒れればライオンに食われる、動物に食われる、肉食動物に食われるって話じゃないですか。それが本能ね。で、今の現代ではそれが倒れるイコール恥ずかしいになってるんですよ。別に倒れたって死にやしないからね、今ねでも倒れることが恥ずかしい。だから、小学校とか中学校とか結構ね、徒競走とかあったりとか、校庭で遊んでた、それでつまずいて倒れたら恥ずかしいじゃないですか。だって恥ずかしいんですよ。それがそうなってるんだと私は思うんですよね、これは私のそう思うんだっていうね、そういうこういうこと考えるの結構好きなので、ね、多分そうなんじゃないかなと。それがこのウィンドサーフィンにも当てはまるし、いろんなスポーツに当てはまっちゃうんだね。これ特に日本の場合はそうかもしれないね。うん、倒れること、失敗することが美徳とは絶対思わないから、逆ですからね。挑戦する、ね、倒れるってことは何かをチャレンジするから倒れる。ないけど45度倒れるから、傾くから失敗が多くなる。でもそれが美徳じゃないじゃないですか。失敗で恥ずかしいじゃないですか。そこを変えなくちゃならない。これだからね、これね、こう生きていくのと、こうスポーツで楽しむっていう、楽しむっていうことを考えればいいんだよね。なんかスポーツなんだから、遊びなんだからって考えて、別にこけるのは全然いいわけですよ。別に恥ずかしくなんとかない。まあね、ジャイブして人の前でこけたって、別にこれは全然恥ずかしくないじゃないですか。私はよく言ってるんだけど、そのジャイブがかっこいいって言うんですね。こけたジャイブがかっこいい。それもスピードあって突っ込んでこけたんだったらすっごいかっこいいですよ。逆にね、挑戦しないで腰引いてこけたら、それはすごいかっこ悪いことなんだけども、
ね、失敗でもかっこいい失敗とかっこ悪い失敗っていうのがあるわけですよね。かっこいい失敗だったら絶対ね、見ててもかっこいいんですよ。ものすごいね勢いで、みんな30キロぐらいでジャブ入ってるのに100キロぐらいしてジャブしてこけたら、それはかっこいいじゃないですか、誰か見たって。そう、みんな失敗するのが怖くて逆に腰を引いてうまくやろうとしてこける、それは恥ずかしいですよきっと。だってチャレンジしないでこけてんだからね、自分で分かってるわけだから失敗を。じゃなくてもっともっと突っ込んで突っ込んで内側にもっともっと倒れる、15度じゃなくて45度、もっともっと90度内側に倒れて倒れてみる、それが楽しいっていう思考なの。これね、生きてるわけじゃないんだから楽しいねそこが楽しいんですよ。そう、だいたいジャイブなんて最初なんてね、10回やったら10回失敗するわけだから、失敗の方が多いわけだからそれを楽しまないで、ね、どうするんだって話なんですよね。これを楽しまないで何がこうね楽しいんだみたいな、それをこけないこけないようにこけないようにってやってたら、それ全然楽しくないじゃないですか。逆に言うと何でやってるのか分かんなくなる、うん、失敗することが楽しいと思わないとね、失敗イコールチャレンジだからねって話なんですね。これがやっぱり本能なんですね。で、本能っていうのはね、結構どうしてもあるわけですよ。まあよくね聞くんだと、マズローのなんとか法則とかってあるんですよね、うん、で、まあ先ほど言ったね、本能っていう話でいくと、絶対人間っていうのはこう何、生理的欲求ってね、ほら性欲とか、ほら食欲とかあるじゃないですか。で、これが一番下にあるわけですよ。これピラミッド型みたいになってるけど、それの、欲求っていうのは、だから絶対にこれは外せないとこね、誰もが持ってる。これがジャイブに関して、失敗する、こける、死ぬっていうね、そこに来ちゃってて、だからそれはもう変えられないんだよね。もう持っちゃってるものだからね、うん、でもそこで変え方としてはどうするっていうことを考えるんだよね。チンすると、そうするとそこにね、生理的欲求があって、それは安全的欲求っていうのはその上にあるんだけども、安全ね、こけて死ぬっていうね、ここのね2つがあるから、結構みんなねこう変えられないんだよね、うん。まあその上には社会的欲求とかいろいろとあるんだけど、それはねほぼ関係ないんだよ。これは物理的じゃなくてね、物質的欲求っていうのはやっぱりね、この生理的欲求とか安全的欲求とかあるんだけどね、うん、そこにねどうしてもね、その本能の倒れるっていうのが入っちゃってるんですよ。だから本能なんですよ完璧に、うん、何度も言うけどね。だからこれを変えるには楽しむ、だから今で言う失敗を楽しむってことね。失敗は恥ずかしいことじゃない、それもチャレンジしている失敗は恥ずかしいことじゃないってことを思うことがね、一番重要じゃないかな。そう、これ結構ね、だから内傾取れ取れってもう言ってるんですよ。もう多分何千人っていうふうに言ってるんだけども、その中のね9割の人はやっぱり取れないんですよ、うん。よくよく考えたら、本能だとね、私が言ってくれじゃ取れないですよねって話なんですねな、本人が意識して楽しまないとっていうのは、だからよくね、私はジャイブチンするのはかっこいいって言うんだけど、それはそういうことなんですよね、うん、チンすることはかっこいいことだ。それもチャレンジするチンはかっこいい、誰が見たってかっこいい、私が見たってかっこいいみたいな、うん、だからそういうことはね、よくない。それがね一番重要じゃないかなって言って、今日はねその話なんですね。だからこの内傾を取るっていう話はよくみんな知ってるんですよ。だからここからブーム手を手幅取って、頭がブーム手の方に 1、2、3個分、2個分、3個分こう傾くと、そうすると体が斜め45度になるということなんだよね。そうするとそこで何が起きるかっていうと、内傾がしっかり、ボードが傾く、45度傾いて、体が45度傾くから、体が45度傾くからね、そこで最初絶対チンします、うん。でもそのチンはいいチンですから、かっこいいチンだから、でそのチンを楽しむんですよ。そんでそこで G を感じるんですよ。45度内側に入った、本当は真下にね、引っ張れる重力が斜め45度の G を感じる。そのためには何が必要かというと、スピードなんですよ。スピードがあればあるほど安定した G が与えられるんですね、これね、うん。そうするとそこにグッとこう芯に乗れるっていうイメージがね、体に染み込まないためね、体は分からないと。これ一回やるとね分かりますよ。みんな全然やらないから分からない。1、2回やってね、うまく G でこう芯に乗れるって言えば乗れないんだけども、何回かやるうちに乗れたタイミングがあるんですよ。お、これだっていうのは、それを掴んだ時にそれがものすごい楽しくなってくる。今度はそれが安定だからね、今度はそれが安定っていうことで、そっちのが楽しいんですよ。
私とかやっぱりもう40年ぐらいずっとジャイブやってるんで、 G を感じないとジャイブが不安なんですよね、もうね。だから内傾取らなくちゃもういらない、いられない体になってるんですよ。そう、 G を感じないとダメなんですよそう、こう腰から下でね、膝とかね、足首だけでレール入れてたらもう不安定で不安定で怖くてしょうがないんですよ。ぐっと45度傾けて、体の芯でボードをこうぐっと芯に乗って、 G を感じて、スピードの中で G を感じた方が全然安定してて安心なんですね。ね、そういうことです。まあこういうね、こういう話って言ったらあまり面白くないかもしれないけど、でもここはね結構本質なんですよね。結構みんなスキルを知ってて、内傾取りましょう、手幅を取りましょうっていうのは結構私のあの動画を見てる人は分かってると思うんですよ、ある程度。でもそれができないっていうのは、そういうところに原因があるんだね。原因とか要因がね、だからそれを一つ一つ潰していけばいい。これ知るか知らないかで変わることだから、これってね、そういうことです。今日はねこのビデオを見ながら、もっとビデオをもうちょっと解説しようかと思ったんだけど、もっとこう奥に入ったね奥に入った、なぜ内傾が取れないかってちょっと話をちょっと、つい荒の方向に行って話してしまいました。でもこれって結構ね本質なのでね、逆にスキルをねいつも喋ってるよりは、もしかしたらこっちの方が役に立つじゃないけど参考になるかもしれないですね。うん、もしね参考になって、あ、よかったなと思ったら、あのグッドマークでも押してくれればね、私の動画ほぼみんなグッドマーク、みんな誰も押さないんだけども、たまにはこう、ね、あ、これいいじゃんと思ったらね、こうグッドマークでもこうピンと押してくれれば、あ、こういう話の方がもしかしたらみんな刺さるのかなとか分かれば、そういうね、話をもうちょっと多くしていこうかなと。俺ももっとそういう話を真剣にもっともっと深く考えていこうかなってちょっと思ったりするんでね。うん、以上です。ぜひとも、参考になればいいかなと思います。ありがとうございました。